瞬間レシピマンジェ。このコーナーでは旬の食材を使って簡単にできるまかないレシピを福田シェフがご紹介。人参をラペにして簡単にサラダを作っていきたいと思います。使う食材はこちら、人参の簡単サラダ、教えてください。ラペはフランス語で、千切りや細切りといった意味を持ちます。入れます。まずはラペにした人参をボウルに入れます。続いて青りんごも同じくラペにしボウルへ。サラダが水っぽくなってしまうので、ここで塩を振って水分を抜いていきます。塩を振って軽く和えたら、落としラップをして水分を出します。で、そしたらその間にフレンチドレッシング作っていきます。ディジョンマスタード、白ワインビネガー、蜂蜜、塩、胡椒を混ぜ合わせ、オリーブオイルを少しずつ加えながら乳化させていきます。でオリーブオイルと白ワインビネガーが乳化しているので、このようにとろみがついてきます。出ました。よく水分を切ってから、先ほど作ったフレンチドレッシングに入れていきます。でそしたらフレンチドレッシングに水分を切った人参と青リンゴ、レーズンを加え混ぜ合わせます。最後にお皿に盛り付ければ完成です。人参と青リンゴのラペになります。青リンゴとドレッシングの酸味で、人参そのものの甘みを生かした一皿になっているので、ぜひ作ってみてください。